ギターシンセサイザー。ギターシンセサイザー。ギターシンセとは、講義には、信号処理技術を使って、ギターでシンセサイザーと同様な音色を実現する装置や、楽器のことである。また講義には、シンセサイザーを駆動する、コントローラーデバイスとして、ギターを使う方式を指すことが多い。この方式では、ギターの原振動を音程及び音量情報に変換し、 そのデータでシンセサイザーをコントロールする。ギターシンセサイザーは最初1970年頃にエフェクタの形で登場したが1970年代後半からギターによるシンセサイザーのコントロールが重視されるようになった。その後1990年代前半 DSP によるモデリング処理が導入されると競技の定義には収まりきらなくモデリングギターという 新しい造語で区別されるようになった。代表的なアナログギターシンセサイザー、以下ギターシンセの例を示す。まず、ギターの弦振動を拾うピックアップには、6弦独立ピックアップ、ヘキサディバイデッドピックアップの使用が一般的である。これは、各弦の振動を個別に捉える特殊なピックアップで、和音の入力を避けることを目的としている。 入力された音声信号はヘッドアンプによって増幅されエンベロープフォロワー以下 F エンベロープフォロワーとコンパレーターに送られるコンパレーターで成形された信号は周波数電圧変換回路フリークエンシー2ボルテージコンバーター以下 FVC に入力されるこれは区形波を微分したスパイク波でコンデンサーを充電する こと周波数を電圧に変換する回路で入力周波数に比例した電圧が出力される。FVC の出力は h ル l v 方式なので必要に応じて 1V、オクト方式への変換を行う。EF で取り出されたエンベロープ、エンベロープ、e n v 信号電圧は VC や VCF をコントロールする。ENV 信号をもとにゲート信号をジェネレートし、 エンベロープジェネレーター EG やピッチ型用のサンプルホールド S、H をコントロールすることもあるが調整が難しくギター演奏のニュアンスを重視する場合はあまり必要のない機能かもしれない実際 GR-300 では EG や S、H は省略されているギターシンセは基本的に減振動という不安定な物理現象をデータに 変換する構造のため、その実用化が難しく、安定して演奏を行える製品の登場はシンセサイザーへの MIDI マイコンシステムの入りを待たねばならなかった。ローランド社から1977年に発表された GR-500 モノホニックギターシンセサイザーは MIDI 導入以前に発表された最初の実用可能なギターシンセサイザーだろう。 このシステムは6弦独立ピックアップを搭載した専用のギターコントローラーと24ピンケーブルで接続されるシンセサイザー本体で構成されていた。シンセ音源はモノフォニックだが6弦独立ピックアップからの信号にはそれぞれ個別にファズエフェクト回路が設けられていた。その他のプロダクションモデルとしてはアープ社のモノシンセオデッセイシリーズをベースに開発されたアバター 1977が有名だった。こちらもシステムの構成は GR-500 とほぼ同等である。ただ、いずれのモデルにも言えたことだが、そのプレイアビリティは必ずしも良好とは言い難い代物だったようだ。ジョン・マクラフリア、ジェフ・ベックがネガティブな発言のインタビューを残している。ただし、同時期、1979から1982に、 当時ニューヨーク在住の日本人ギタリスト、川崎に和美が GR-500 を元にして改良、開発した彼独自のギターシンセとそれを駆使して録音された一連のアルバム群の成果は現在でも一目一丁に値する。ARP ではほぼ同時期にセンヤーというポリフォニックギターシンセのプロトタイプが制作されていたが、そのプロジェクトは膨大な資金を費やして頓挫している。 アーブの車用はこの線画の失敗によるという。そして1980年代初頭に、ローランド GR-500 の後継機種、GR-300 が発表される。この製品は、初の実用的、ポリフォニックギターシンセであり、その良好なプレイアビリティから、多くのミュージシンに支持されることになる。システム構成は GR、GR-500 シリーズと同じく、 6弦独立ピックアップを搭載した専用ギターコントローラーと24ピンケーブルで接続されるシンセサイザー本体である。回路構成は6弦独立のファズと FVC、ベコが2機 ENV コントロールされる B 市、それらをミックスした後にモノラルの VC 回となっている。ギター側からは VCF のフリークエンシーとレザネンス、B 市の LFO による AM 変調デプス、およびディストーション、生音、シンセ音のミックスのコントロールが可能。GR シリーズでは他に GR-100 という6弦独立、VCF ユニットがある。その後、GR-700 という過渡期を経て、ミリとデジタル音源が統合された GR-1 シリーズが発売され、本格的なギターシンセサイザーの時代が始まる。 デジタル開口のギターシンセは動作がステーブルになり積極的に EG をコントロールすることでギターでもピアノのようなタッチで演奏することが可能になったが反面 FVC の動作原理はアナログ時代から変化はなく周波数が低くなるにつれてセトリングタイムが増大する物理的な問題は解決していないこの遅れを解消するためにピックが 弦に接触する際のスクラッチ音を分析するものや、ネック内に磁気スイッチを仕込んで演奏ポジション情報を得るもの、超音波で演奏ポジション情報を得るものなど、各社とも研究を重ねているが、未だに決定的な製品は現れていない。また、専用音源の場合は、比較的反応が早いのだが、ミリ経由で外部音源をコントロールした場合には、さらに遅れが出てしまうようだ。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。